はい、どうも、ラギです。今日なんですけども、普通のナイス玉ってさ、浮いてるじゃないですか。でも、櫓に挟まってるナイス玉って、なんかほぼ地面についてるんだよ。今日は、その地面についてるナイス玉を、ローラーで引けるのか検証していきたいと思います。そんだけなんですけども、なかなかやる機会なかったし、てかそういう発想に至らなかったの、今まで。この間、そのガチ櫓やった時に、ナイス玉挟まってるのを見かけて、あ、ちょっとやってみようかなって思ったんで、今日はやってみたいと思います。はい、じゃあお願いします。きた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 。じゃあこれ引けるかいきます。あ、弾かれる。割れた。あ、引けた。いた。引こう。引け。うわあ、みんな死んだ。引け。はい、ということで、ナイス玉が櫓に挟まった時など、低空飛行の時にローラーに引いて倒されるってことは可能でした。まあ、実際に実戦でこういうことはね、なかなかないと思うので、プライベートでやったんですけども、もしね、みんなが相手のナイス玉が低空飛行の時、もし見つけたらね、倒してあげたらいいんじゃないかと思います。それとですね、最近自分の中では、いろんな、まあ、小ネタなど、面白そうなネタがあったら出してるんですけども、もし自分も気づいてなくてみんなが知ってるようなネタがあったらコメント欄にちょっと教えていただけたら嬉しいなと思います。今回のナイス玉みたいな、たまたまガチマッチで見かけた低空飛行のガチ櫓に挟まったナイス玉のイカみたいなのはたまたま見つけたんですけども、まあ、こんななんかちょっと些細なことでもいいんで、もし気になったら、ぜひご紹介ください。はい。コメントお待ちしてます。ということで今回の動画は以上でした。お疲れ様でした。